教える1分デッキ紹介。こちらのコーナーでは少し変わったデッキを取り上げて解説していくコーナーになります。今回紹介するデッキはこちら。11月5日にトイコンプ岸和田店で開催されたシティリーグで優勝された武人ウーラオスのデッキになります。こちらのデッキでは鉄の武人 EX の特性タキオンビットでダメ感をばらまき、シャーレン V の技ヨガループや電撃ウーラオス VMAX の巨大電気を狙ったり、疾風好きで前にダメージを与えたりできるデッキになっています。今の環境ではまず HP の低いポケモンから並べていくのが主流となっており、ヨガループが決まりやすくなっているのもいいですね。こちらのデッキの面白いところはルミナスエネルギーが採用されており、後半に輝くリザードンで前の HP が高いポケモンを取れるようになっていることです。250の開幕で届かないポケモンもタキオンビットや巨大電撃を圏内に入れるだけで相手にしてみると脅威になりますね。驚く隙に目がいってしまいますが、未来の一戦の鉄の無人も強いんだぞってことで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。